死刑囚最後の日ビクトルユゴ前回の続きからです突然深い無双に沈みながらも私は彼らの想像しいい部がやがてひっそりとなるのを見た すると私が捕まっている窓の方へその全ての目が向いた死刑囚だ死刑囚だと彼らは皆私を指さしながら叫んだそして歓喜の声が一層盛んにどっと起こった私は石のように硬くなった 彼らがどこから私のことを聞き込んでいたのかどうして私をそれだと見て取ったのか私にはわからない「こんにちはこんにちは」と彼らはその不定な冷笑の調子で私に叫んだつやつやした鉛色の顔をした終身刑囚の一人の若者は 羨ましふうで私を眺めながら言った「あいつ幸せだなかられちまうんだからさようならお仲間私の内心にどういうことが起こったかはとても言えない全く私は彼らの仲間だったグレープ死刑場は通論時計場の兄弟だ」 私は彼らよりも階にさえ置かれていた私にとって彼らは光栄ある仲間だった私は震え上がったそうだ私は彼らの仲間だそして数日後にはこの私もまた彼らの乾物となることだろう 私は身動きする力も失せて窓のところにじっとしていた。けれどもその五筋の甲が進んできて汚らわしくもなれなれしい言葉をかけながら私の方へ近づいてきた時そして彼らの鎖や叫びや歩行の騒々しい音を壁の根元に聞いた時私はその悪魔の群れが 私の惨めな官房を乗っ取ろうとしているように思えた。私は叫び声を立て、打ち破るような勢いで扉に飛びかかった。しかし、逃げ出すすべもなかった。外部からかんぬきがかけられていった。私は扉を打ちたたき、夢中になって呼び立てた。 それから時計集らの恐ろしい声がなお身近に聞こえるような気がした彼らの醜悪な顔がもう窓の縁に覗き出しているように思えた私は再度苦悶の叫び声を立てて気を失って倒れた十四 私が我に帰った時はもう夜だった。私は粗末な信頼に寝かされていた。天井に揺らめいているランプの光で私の両側にも他の粗末な信頼の並んでいるのが見られた。私は病室に移されているのだということが分かった。 私はしばらくの間目を覚ましていたが何の考えもなく何の思い出もなくただ寝台に寝てるという幸福に浸りきっていた「確かに他の時だったらこの監獄の病室の寝台に対して私は不快さと情けなさのためたじろいだろう」。 しかし私はもう以前と同じ人間ではなかった。大犬のは灰色で手触りが荒く毛布は貧弱で穴が開いており布団越しに下の藁布団が感じられはしたがそれでもそのひどい大犬の間に私の手足は自由にくつろぐことができどんなに薄かろうとその毛布の下に 私がいつも覚えるあの骨の髄の恐ろしい寒さは次第に消えてゆくのが感じられた私はまた眠ったひどい物音に私はまた目を覚ました夜が明けかかっていた物音は外から聞こえていた 私の寝台は窓のそばにあった。私は体を起こして何事かと眺めた窓は微生ルの大きい中庭に面していたその中庭は人でいっぱいだった2列に立ち並んでいる老兵らがその人ごみの真ん中に中庭を横切って 狭い通路をかろうじて開けていたその兵士の二重の列の間に人を積んだ長い荷馬車が5つ敷石の一つ一つに揺らめきながら徐々に進んでいた時計集らが出かけるのだったそれらの荷馬車には何の覆いもなかった 一連の時計集がそれぞれ1台に乗っていた彼らは馬車の両側に横向きに腰掛け互いに背中合わせになりその間に共同の鎖が置かれていた鎖は馬車の長さだけに伸びその先端に一人の監視が装填した銃を持って徒歩で控えていた。 時計集らの手つの音が聞こえまた馬車の動揺ごとに彼らの頭が飛び上がり彼らの足がふらつくのが見えた細かな染み通るような雨のために空気は冷え切っていたそして彼らの膝に麻のズボンは灰色のが黒くなってこびりついていた 彼らの長いひげや短い髪には雨水が滴っていった彼らの顔は紫色になっていた彼らが打ち震えて噴激と寒さとに歯ぎしりしているのが見て取られたその上彼らは身を動かすこともできなかったその鎖に 一度秒締めされると一人のもののように動く綱という醜悪な全体の一部分に過ぎなくなる知能も身を退かなければならない時計上の首かせは人の知能を死刑に処するそして動物的な反面でさえも一定の時にしか匂いや食欲を起こしてはいけなくなる。 そういういふうに彼らは身動きもできず多くは半ば裸で帽子もかぶらず足をぶら下げて25日間の旅に登るのだった同じ荷馬車に積まれ7月の太陽の直射にも11月の冷たい雨にも同じ服を着せられるのだ人はその体形執行の仕事に 半ば天候の力を借りたがっているかのようである群衆と馬車の男たちとの間に何とも言えぬ恐ろしい対話が始められていた一方から侮辱的な言葉他方から挑戦的な言葉そして両方に呪いの言葉が混じった しかし指揮官の一つの合図で見てる間に棒の打撃が肩と言わず頭と言わず手当たり次第に馬車の中に降り注いだそしてすべては秩序と言われる外敵の一種の平静さに帰ったしかし彼らの目は復讐の色に満ち彼らの拳は膝の上に震えていった 五代の二馬車は騎馬の憲兵と徒歩の監視とに守られて微生トルの高い縁門の下に相次いで見えなくなった六代目の馬車が後に続いてその中には釜や銅の鉢や予備の鎖などがごたごた揺れていた四方にぐずついていた数人の監視は 列にに加わるたために駆け出していった群衆は死産したその光景は幻のように消えうせたフォンテーンブローの敷季指堂に響く車輪や馬足の重々しい音無知の鳴る音鎖のかち合う音 時計集らの旅を祝う群衆のわめき声それらも次第に空中に弱まっていったしかしそれは彼らにとってはまだ初めに過ぎないのだかの弁護士は一体私に何ということを言ったのか終身時計ああそうだいっそ死刑の方がましだ 時計上よりもむしろ死刑台の方が地獄よりもむしろ虚無の方が時計宗の首かせよりもむしろ預丹子の刃へのこの首を渡した方が時計とはお十五不幸にして私は病気ではなかった。 翌日は病室から出なければならなかった。幽閉官房がまた私を捉えた。病気でないというのか。実際私は若くて健康で丈夫である。血は自由に私の血管を流れ、死子は私の気ままになる。体も精神も眼見で。 証明にできているそうだそれは本当だ。しかしそれでも私は一つの病気を致命的な病気を人間の手で作られた病気を持っている。病室を出てしまってから一つの痛切な考えが気が違うほどの考えが私に浮かんだ。 もし病室に残っていたらあるいは脱走することができたろうという考えであるあの医者たちはあの修道所の看護婦たちは私に同情しているように見えたこんなに若くてこんな死に方をする彼らは私を不憫に思ってくれているようだった それほど彼らは私の枕元で親切を尽くしてくれた。何、好奇心からだ。それにまた、病を治すそれらの人々は、発熱を回復させることはできるが、死の宣告を回復させることはできない。とはいえ、それは彼らに意図たやすいことだったろう。どう一つ開くだけだ。 それが彼らにとって何であろう今はもう何の機会もない。ハキーンは私の上告を却下するだろう。万事が規定通りになされているから。証人らは立派に証言したし、弁護人らは立派に弁論したし、ハンジラーは立派に裁判した。 ただせめていや馬鹿げたことだもう望みはない上告などというものは深夜の上に人をぶら下げる一筋の縄であって切れるまでは絶えずみりみり言う音が聞こえるあたかも南東大の刃が落ちるのに6週間かかるかのようである もし恩赦を得たら、いや斜面を一体誰から何のわけで、どうして、私が斜面されるようなことがあるものか。彼らが言う通りに、私は実例なのだ。私はもう三度足を運ぶだけのことだ。ビセートルの監獄、コンシェルジュリーの監獄、 グレーブの形状。